2009年の MAX に展示されたイル -214 の模型イル -214 は多目的輸送機として開発されている中規模の軍用輸送機でロシアの統一航空機製造会社とインドのヒンドスタン航空機の合弁事業で生産される予定である。両社ともそれぞれ約3億 US ドルを合弁事業に出資する。通常の輸送用途だけでなく 空挺兵の効果にも使用できる。2023年に初飛行、2026年に量産初号機が納入予定。貨物室の内部2009年10月にインドの国防省である AK アントニーがロシアを公式訪問中に正式に共同開発が決まった。インドとロシアの両国の軍隊に向けて生産され、さらに有効的な第三国への輸出も含めた。 契約文書が作成された。関係者によると契約にはスピンオフによりバンガロールにある HAL の航空機研究設計センターによって開発される100席クラスの民間航空機使用も含まれる。インドでは HAL のカーンプルの輸送機部門で生産する予定である。報道によると生産の分担割合は協議中であるとのことである。 ロシアの統一航空機とヒンドスタン航空機は航空機を開発するための子会社を設立中である。二国間の正式な合意文書はモスクワで9月9日の協議で策定され、新会社の資本金は6億70万 US ドルとされた。HAL の会長でマネージングディレクターのアショウックナイックによるとインドは45機、ロシアは105機を購入予定だという。輸出は 民間使用と軍用療法が予定され、さらに多数の生産が予定されていた。2012年5月、ヒンドス対航空機と統一航空機製造会社輸送機、ロシアのパートナーの3社との間でまたの共同開発のための合弁会社である多目的輸送機株式会社設立のための契約を締結した。2012年10月、HAL は UAC で、 予備設計契約を提供。この作業では UAC の技術者のほか30人のインド人技術者が設計に関わるという。2015年6月16日、ロシア UAC はインドの HAL に対して設計作業を急ぐよう求め、またに PS-90 を搭載することで合意した。2015年12月16日、エコノミクスタイムズはプロジェクトに関するインドとロシアの 違いが広がっており、ナレンドラモディ首相が今月末にモスクワを訪問した際に高いレベルでの介入が見込まれ、事態に巻き込まれる可能性が高いと報じた。インドの関係者によると、主な競合点はエンジンで、インド空軍は新型機にファデックシステムを備えた新世代エンジンを主張しており、計画の遅れのために PS-90 の新しい派生系を 先行させているロシアと対立しているという。ロシア側は PS-90 エンジンの新しい派生型は適切な性能を提供でき、ファデックは必要ないと考えており、UAC のユーリシュルサルはファデックは後の段階でインド空軍が追加したもので必要な性能のためにはそのような必要ないとしている。一方インドの当局者はまたが ほぼ30年間運用を継続するとすれば PS-90 は空軍の長期要件を満たすのに十分ではないと主張している。2016年1月11日、イリューシンはインドとのまた計画を凍結したことを発表した。基本設計は完了済みのためイリューシンでは凍結後もロシアの顧客及び輸出用として開発していくという。凍結に陥った原因としてはインドが ロシア側の OSPD-14M の性能に満足せずファデックを装備した完全新規開発のエンジンを搭載しかつ技術移転を望んだこと、ロシアの利害関係者間の内部競合、AN-32 の寿命延長があるとされている。2016年6月27日、イリューシンは自社資金で開発を再開したことを発表した。またザギーは PD-14 と PS-90A をそれぞれ搭載したモックアップの風洞試験を行うための準備を進めていることを明らかとした。PD-14 についてはすでに1年前より試験が行われているという。2017年2月28日、HAL の関係者は IDRW.org に対し、またプログラムはほぼ公式に死亡していると述べた。拒否の主な理由は主に インド空軍が求めている PS-90A1 のファデックの欠如に基づいていたが PS-90A1 が優れた保守性の記録を持っておらずインド空軍が新しいプラットフォームで同じエンジンを再び使用することを熱望していなかったのが主な理由であった。インドはロシアに対し PS-90 に代わり CFM56 ヤブ2500の装備を求めたが ロシアは販売後のサポートを失う恐れがあることから、西側のエンジンをロシアのプラットフォームに統合することに消極的であり、代わりに PS-90 のコアエンジンをベースに開発した PD-14 を量産型のマタに提案した。エアロインディア2017においてロシア代表団は、 すぐにまたの新しい提案で戻ってくるであろうと述べたが西側エンジンの搭載要求を認めるかは不透明である。2017年3月17日インドへ出張したデニス・マントルフ産業貿易大臣は軍用輸送機を確立するためのロシアインドの共同プロジェクトが停止したと発表した。マントルフ大臣はこの5年間で当事者が計画を実現するために 将来的に有益であろう、解決策を見つけることができなかったことと発言した。2017年7月19日、UAC のユーリシュルサル社長は、レンタ、RU の特派員に対して、イル -214 の主な顧客は軍隊だが、民間市場でも見通しがあると発言。続けて、イル -214 が確立された後にインドとの、 パートナーシップに戻ることも可能であるという希望を表明した。一方で同志の意見によると、イル -214 の主な潜在的顧客は約60機を購入する軍隊であるであろうとし、テストは2024年から2025年に完了し、その後、国防省のニーズに合わせた航空機の配備が開始されるとした。2017年10月20日、イズベスチアは、 またをベースとしたイルマイナス -276 の調達をロシア航空宇宙軍の主要指揮官と協議していると報じた。特にイルマイナス -276 の確立に向けた日程と計画についても議論されているという。同報道によれば軍の必要性は少なくとも55機であることは明らかであるという。2020年6月ロシア国防省は新たな中型軍用輸送機として イルマイナス -276 を選定したと発表した。機体は公翼式で T 型 B 翼である。積載量は軍用も民間用も20トンで、航続距離は2 5 0 0トル速度は時速8 7 0トルである。要求に応じて空中給油装置の設置も可能である。機内の大きさはイルマイナス -76 と同規模だが全長は半分である。機内は 油圧されており、80名の人員や医療機器の設置も可能である。カーゴランプの長さは、重量のある車輪付きの機器のロールオンロールアウトを容易にするため12度の角度で地面に設置する。カーゴランプは2 5 0 0ラムの荷重に対応する。コックピットは6機の液晶多機能ディスプレイとヘッドアップディスプレイで構成される。乗員は、機長服装重視。 広報誌の3名。アビオニクスはオープンアーキテクチャに基づいており、将来の近代化や強化が考慮されている。エンジンは2機のターボファンエンジンを搭載する。当初ロシアは未舗装滑走路への着陸のためターボプロップエンジンを搭載する意向であったが、インドとの接触の結果ターボファンエンジンになった経緯がある。また、 ターボファンについても当初 p d 1 4 m を搭載するとしていたが、計画のスピードアップのため2015年に PS-90 に変更された。2016年現在は PS-90A が搭載されることとなっている。かつては BR715 や D-436 も検討されていた。現時点で派生型はないが、旧雪型や、 電子妨害型などが構想されている。ロシアインドいる -214 出展。諸言性能。ありがとうございます。